さあ J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。今回はダブル審判ゲストでお届けします。まずは元国際審判員家本正明さんです。家本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣は深野悦子さんです。深野さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしてさらにお隣平畑啓司さんです。平畑さんよろしくお願いします。はい、お願いします。いやー平畑さん、はい、ジャッジプレー、はい、まさかの急展開になりました何にも聞いてないかったですもんね全員ね。いや逆になんか自分だけ聞かされてなくて、あれ小原さんとか知ってたのかなとか思ったんですよ勘繰り合っちゃってね。そう、誰も聞いてないですもんね、はい、でもそこがなんか原さんらしいなっていう気になりました僕は先週も家本さんここで普通にお話をして、その後ネットで知るっていうね僕らもね意外や意外まあ時代っちゃ時代ちょっと一言言いたい感じも全員あるんですけど、うん、今日やっぱり来ることができなかったということで、はいはいはい、そんな原さんからビデオメッセージが、はい、おーそうなんですか、丁寧に届いているようなので、ちょっと見てみましょう。わかりました。はい、皆さんこんにちは、ジャッジリプレイをご覧の皆さん、大宮アルディージャの原でございます。先週ジャッジリプレイの収録がありましたけれど、その時はまだ何も決まっていませんでした。急に大宮アルディージャの方に加入することになりました。今まで、ジャッジリプレイで言いたいことを言わせてもらっていましたけれど、今後は一ファンとしてジャッジリプレイを楽しみにしたいと思います。桑原さん、平ちゃん、家本さん、深野さん、ジャッジリプレイをよろしくお願いします。僕がいなくなったレベルが下がったと言われないように、ますますいい番組を作っていってください。皆さんまたどっかスタジアムで会いたいと思います。まずは大宮で頑張ります。平田さんめちゃくちゃスッキリされてるじゃないですか外が似合いますねねえ、なんかこう抜けてる、こう空が抜けてて緑のピッチがあってなんかすごい似合うなって思いました、はい、悔しいぐらいね、ちょっと悔しいぐらいいやでも深野さんやっぱり寂しいですよね。寂しいです ね。いや J リーグの職員としても知らされてなかったんですよ、もうそれをちょっと恨みに思ってて、でももう今のすっきりされてる顔でもういいかなと思いました。頑張ってください原さん。いやなんか家本さん、僕ら番組守っていかないとなっていう気持ちにもなりますけど、やっぱり寂しいですね。寂しいですけど、あのすがすがしさとやる気に満ちた顔、うん、人ってこんなに変わるんだなっていうぐらいすごい晴れやかな顔してたから、うんうん、やる気に満ちた顔、うん、だからまあそういうのが多分大宮のね結果にもつながったのか、なんかすごいエネルギッシュな顔だったので、負けないように僕も、いや本当です、頑張ります。なんかあの現場をまたやりたいっていう思いはあったそうなんですけれども、うんうん、まだまだバリバリでやれそうな雰囲気を、はい、あそこまで出されると、はい、平田さんも行ってらっしゃいとしか言えないですねそうですね、なんか勢い余ってちょっとカミカミでしたらしいらしいでもなんか本当になんかこれがサッカー界だなっていう気がしたんですよ、うん、なんかサッカー界ってもう急に選手が移籍したりとか、昨日まで思いもよらなかったことが起こったりするじゃないですか、はいはい、だからサッカー界だなって感じしましたよ、うん、ということは、はい、もしかしたらまたしれっといるかもしれないんで、いや、そうなんです、それもあるんですよそれもサッカー界だなっていう感じしますもんね、はいはい、ひとまず我々で皆さん頑張っていきましょう、うん、はい、というわけで今日もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。 J1 のゲームを中心に合わせて3つのシーンを選出しています。では早速見ていきましょう。まずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第9節、北海道コンサドーレ札幌対 FC 東京、29分のシーンです。札幌のスローインから田中俊太が前方へフィード、このボールを森重がトラップしますが、こぼれてそこに詰めた荒野に対してタックル。主審は一度アドバンテージを適用しますが、 FC 東京にボールが渡ったところで笛を吹きます。そして荒野に対する森重のファウルを取った上でイエローカードを提示。ただリプレイで見ると森重は足の裏を見せたまま足首にタックルしており、非常に危険なプレーでした。結局 VAR の介入はなく、判定はイエローカードのままでしたが、
レッドカードで一発退場の可能性はなかったのか、まずはこのシーンについて議論します。さて、このシーンの前には FC 東京の選手が、札幌の選手から激しく来られた場面もあって、まあ、そういう影響ももしかするとあったのかもしれないんですけど、まあ、ただ非常に危険なシーンに見えます。平田さん、これ、まあ、カードを含めてどう感じましたか？ちょっと今のシーン見る限りはなんか危ないなっていうか怖いなっていう感じは、僕はしましたね。まあ、そっちのボードになったらレッドよりぐらいのイエローかなみたいな気持ちはありますね、僕の中では。そうですね、まあ、もうちょっとこっち行きましょうか、はい、細かく。いやでもそれぐらいでもおかしくないかなとかも思いましたし、うん、結構な人が分かるじゃないですか、危ないなって思うシーンじゃないですか、うん、だから VAR 介入してもよかったんじゃないかなとは思いましたけど、うん、はい。こちらツイッターの方では、かなりの勢いで足首に対して足裏見せてファールが深く入りましたが、なぜイエローなのか、しかもなぜ VAR 介入がなかったんでしょう。あれは選手を守るためにも VAR 介入し赤を出すべきシーンだと思いましたが、ということですね。はい、まあ、そう感じた方はおそらく多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、僕も平田さんと同じぐらいで、まあ、このぐらいかなと。ボールにほんのわずかかすってるんですよね。それがなかったらもう問答無用で赤かなと思ったんですけど、うん、ちょっと触れてる分、うん、少しなんかこう考えが下がるのかなという感じもしました。さて、深野さん、いかがでしょう。もし主審がレッドを出していればそれも頷けます。ただ個人的にはまあオレンジなのでイエローカードという判断で、ボードで言うと40ぐらいですかね。どちらとも言えるよりもイエローカードより、はい。で、実はちょっとボードも別のボードもあるんですけれども、はい、イメージとしてはこのオレンジ、本当にオレンジ、イエローとレッドの間ぐらいかなというふうに考えました、うん、で根拠は、スピードがあって相手に向かってジャンプしながら自分の体をコントロールできない状況で向かっていると。でボールに触れるところはちゃんと触れてるんですけど、ボールにプレーしようとしたんですけれども、その後で足の裏を最終的には見せて相手の甲を踏みつけたっていうことで、でこれが甲よりももっと上のところであればもうレッドだと思うんですけど、まあ、ちょっとブーツの上だったのと、まあ、一応ボールにプレーしようとしていたっていうことで、オレンジということでイエローだと私は思いました、はい、なるほど。さて、家本さんはどう見ますか。まずボールに触れたとしても相手にその大きなダメージを与えるようなものはフリーキックになりますっていうところでは、まず 100% ファールっていうことは間違いないですと。でその後なんですけど、岡部さんいいポジションで見えてるんですよね、ちょうどこの90度ベストポジションに見えてるので、それか勢い、コンタクト、ほぼ全て見えていたと思います、現役の時に僕考えた時は真っ赤か真っ黄色かでまず考えますよね。でこれは深野さんがおっしゃったみたいに、いわゆるレフリーがオレンジなんですよね。で僕はオレンジを2つに分けてて、オレンジの黄色かオレンジの赤か、で僕は 4色で見てましたと、そうなった時にどれに値するのかっていうと、これは、オレンジ色の赤色なので、僕もこのお二人とほぼ一緒で、まあ、70% ぐらいの位置かなと。で、レッドカードを現場のレフェリーが出してても十分これはフォローできますし、黄色がじゃあ大きく乖離してるのかっていうと大きくは乖離してないって見えるので、そういう、こうコミュニケーションを取った中で、現場と VR のところで言うと、まあ、イエローカードをフォローしただと思います。これだからオレンジっていうのが あそこの位置で判断してカード出すまでってやっぱレフェリーの方ちょっとやっぱ悩むというか、あどうしようみたいなあるんですか。ありますね。ここはもうその裁量の中の一つだと理解してますと、でこの事象の判断は本当どちらでも言えるんですよ、でどちらでも言える中にゲームの温度とか流れとか状況ってあるじゃないですか。
なのでこの時はまだそれほどゲームのテンションとか選手 の, その思いとかファール数っていうのはそれほどこう難しくなってない状況だったので、より難しいレッドカードっていうよりかはイエローカードの方でゲームをコントロールしていこうっていう心理が働くと思います。だから必ずしも状況だけ事象だけで決めるんじゃなくてそれ以外もありますよっていうところはありますかね。これはでもおそらく今現場で吹かれている方皆さんに見てもらってもオレンジって考える方ほとんどでしょうね、真っ赤っていうレフリーがまずいないという話と、真っ黄色っていうレフリーがまずいないっていう、そこはまあ間違いないと思います、そうですよね。でその間でさあどっちなのっていうところで、意見が解釈が分かれるっていうシーンだと思います。ではですね、もう一つ実はこのシーンと比較したい、これ少し前に起きたシーンなんですけれども、ご覧いただきたいと思います。 J1 の第6節アビスパ福岡対サガン鳥栖でのこれ飯野選手に対する宮選手のタックルなんですけれども、このプレーに関してはファウルも取られませんでした。でこの映像僕個人としてはこっちの方がレッドじゃないかなと実は感じていたんですけれども、平田さんまずこれに関してはどうでしょう。そうです、危ないですけど、でもボールに対する触れ方はこっちの方は触れてるようには見えなくもないかなっていう気がしますけど、そのでも結果的にやっぱ危ないですよね。深野さんこちらのシーンに関してはどうでしょう。両足とも相手に伸ばそうとしていってるんですよね、はい、でそので V がまた高いすねの横のところに向かっていっている。で力の軽減もなくそのまま両足投げ出して相手に向かっていってるっていう点では、私もレッドカードだと思います。家元さんいかがですか。勢い、それから膝が伸びた状態でそのままやっぱりいってる、さっきの森重選手との違いっていうのは、森重選手当たった後にクッションが入るんですけど、この場合はクッションが入るのでそのまま力が足の方向にいってるので、これは逆に、オレンジ赤っていうか、まあ赤なのかな。でノーファールが映像を見る限りはレッドカード、間違いなくレッドカードなので、じゃあなぜ VAR はこれ映像を見せなかったのかっていうところがちょっと気になりますか。これは間違いなく見せるべき事象とダメージだと思うので、ここは入ってほしかったですね。なんかその今思ったのはそのスライディングする選手の体勢みたいなのがすごくやっぱ 大事っていうか、この体勢だともう力を抜くことができないですよね、はいはい、体をコントロールできないんですよね、その通りです。先ほどの森重選手の時ってまだちょっと体に余裕があるっていうか自分で体をコントロールできるような形ですけど、これもう体を投げ出してしまってるので、やっぱ危ないですね、しかもこれ立ち足に行ってますしね、踏ん張ってるところに行くと骨折とかの危険性より上がりますよ ね、だからこれもすごく危険だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いずれにせよこういう危険なタックルは、まあ、選手にも気をつけてほしいですし、まあ、判定する側も厳しく見ていかないといけないということですね、はい、さあでは続いてのシーンに行きましょう。明治安田生命 J1 リーグ第9節鹿島アントラーズ対名古屋グランパス、66分と67分のシーンです。まずは66分、鹿島のチャンスの場面で上田のクロスに鈴木が競りますが、ここでホイッスル、主審は鈴木の中谷へのファウルを取った上、鈴木にイエローカードを提示します。さらにその直後、今度はゴールキーパーからのフィードに相馬と常本が競って、主審は相馬のファウルを取りますが、ここでの判定はノーカード。リプレイで見ると共に競り合いの際に腕が顔に当たっているように見えますが、鈴木にはイエローカードが提示され相馬にはカードが提示されませんでした。この2つの事象の違いはどこにあるのか、続いてはこのシーンについて議論します。さて、この試合中継担当していたんですけれども、まあ、ベンチからもこのイエローカードとノーカードの違いに対する抗議があって、でスタッフにイエローカードが出たんですけれども、2つのシーン見比べて平田さん、まず違いがあるかどうかっていうところではどう感じますか。ファールをなんかそのなんかレベルを同じように言うことって多分比較はできないと思うんですよ本当は、今のシーンを見る限りは、まあ、僕の判断ではどっちもイエローかなっていう、どっちもイエローの同じようなシーンが2つあったって僕は思ってるだけで、あっちがイエローだからこっちもイエローでしょっていう
のはちょっと多分筋は違うんじゃないかなって僕は思ってます。なるほどね、はい、単純に一個一個がイエローだったなっていうだけですね。はい、深野さんではこの2つのシーン見比べてどう感じますか？両方とも警告イエローカードだと思いました。はい、腕の硬いところが、まあ、顔に当たってるんですね、まあ、打ってる、軽く打ってるって押してるって言った方がいいかもしれないですけども、うん、そういう行為で、まあ、振ってはいないので、うん、肘で振ったりはしていないので、うん、退場まではいかないんですけども、やっぱり首から上はもう気をつけましょうと、ちょっと一段ジャッジを上げましょうということになっていますし、うん、両方とも警告だと思いました。なるほど。じゃあ平田さんも深野さんもイエローカード、この2つの事象ともイエローカードという感じですか？はい、僕は個人的にはどちらとも言えるぐらいかなと思ったんですけど、相手を飛ばせないように肩にこう手をかけて、それが相手のジャンプにもよって腕の方にちょっと行っちゃったところもあるのかなと個人的には感じたんですけど、まあでもイエローカードが出ても仕方がないとは思いましたし、でもだとしたら相馬選手の方もカードが出ないとやっぱりベンチ選手たちは納得しないところがあるかなとも思いました。さて家元さんはこれカードかどうか、まあ、違いについてもいかがでしょう？結論から言うと両方とも、まあ、赤じゃなくてここだから皆さんと一緒でもあるんですけど、こちらに置かせていただいて、でじゃあなぜ違う対応というか、判断というかね、最終決定になったのかっていうところを見たときに、まあ一つポジションがあると、で最初の鈴木選手のところではレフェリーはすごくいいポジションで見えてるんですよね。だからその腕の加減とか全てが状況が分かった上で判断できたのですぐ抜くんですよね、カードをね、はいはい、でまあ正しい判断だと思いますと、うん、じゃあ次の場合どうだったかというと、これレフェリーは串刺しになるんですよね。で左手が奥から横に来るのでなかなかそれをこうキャッチできにくいポジション、うん、でじゃあ状況的なところからフリーキックからレフェリーサイドに行くので、これを見るときに中にいたら見れない、ただまあじゃあそのタッチライン側にレフェリーが行けばっていうこともできるんですけど、うん、まあこの立ち位置からするとレフェリーがこの状況を正しく判断するっていうのは難しいでしょうと、うん、ただし面側にはその第4の審判員と副審1がいるので彼だからすると結構いいアングルなんですよね、はい、僕はなぜこうそれを助けてあげられなかったのかなっていうところがまず疑問点としてありますと、なんか2人の審判員が副審1と第4の審判員がサポートできたシーンかなと。じゃあ VAR になった時にこれ明らかなレッドカードではないシーンなので、はい、まあ、VAR はあイエローだなって思いながらも多分もしかしたらそういう情報は投げてるかもしれないですけど、それは採用できないので現状で言うと現場で判断するしかないと、うん、これは主審がじゃあ笛を吹いて止めました、はい、そこからまあそのポイントに向かっていく間などに副審や第4の審判からいや今のはカード相当だよというようなことを伝えるべき、はい、私はそう、判断しましたってことを言った上で、うん、主審が最終的にそれを採用するのか、いやありがとうございますってこう、まあ、却下じゃないですけどね、うんうんうん、するのかっていうところになります。これ単純にこれ相馬選手のファールっていう判定だったんですか？そうですね、と思います、はい、じゃあ何のフリーキックにしたのかってことに、腕以外は分かります、はい、腕以外のコンタクト、うん、肘が当たってるとかどうこう、うん、そのヘディングのタイミングが遅れてるってわけじゃないので、はい、多分だからなんとなく見えてるのかちょっと僕もその辺は分かんないですけどね、うん、でも多分取るんだよ、まあ、うん、腕のフリーキック、うん、腕が顔に当たったところでフリーキックにしてると思うんですけどね。これでも例えば顔に腕が当たってなかったとしても深野さん肩に手をかけて飛ばせないようにしたっていうだけでもファウルにはなりますよね。なりますね。またはまあジャンピングあったとか、はい、まあ、ちょっと潜り込んで下からこう突き上げる感じになっちゃったとか、うん、そういうのはファウルになると思うので、もしかしたら主審はそう判断した可能性はあるかなとは思いますけども、そうするとノーカードでファウルのみっていうこともありえますよね。ありますね、はい、あるいはその顔に当たったものが全てイエローカードとか懲戒罰に値するわけじゃない。そこが家元さん難しいんです。僕らからすると難しいですね。だし、その最初にカードもらった側からしたら
いやいやこっちもカードでしょっていう、うん、言いたくなってしまうね。わかりますけどね。わかりますけど。そこはじゃあどう考えたらいいですか。まあ当たった部位、それから力加減の程度をどう判断するかっていうところが入ってくるとは思いますよね。力加減もあるんですけど、あのタックルのオレンジと同じように、そのゲームの状況が荒れてる時だったらこれはやっぱりコントロールしておいた方が、イエローカードとしてコントロールしておいた方が出てくるので、必ずしも事象プラス試合の雰囲気とか状況とかっていうのも関係してきますかね。あとなんかこう、あの先ほどちょっと家元さんもそれっぽいことはおっしゃいましたけど、僕はあのやっぱ相馬選手のところにイエローカードを出しとけば、その自傷云々じゃなくて、イエローカード出ればなんかうまくスムーズに物事いったんちゃうかなみたいな、ちょっと変な考えじゃないですけど、そういう考えもありますよね。あります。あの要は鹿島側からすると、うん、まあ、約1分以内ですよね、うん、1分以内でほぼほぼ同じような状況の事象で、こっちとこっちって言いたくなるじゃないですか。なります。全然違う、結果的に同じような似た事象ではあるものの、やっぱり腕のその動き勢いっていうところは、そういうのを踏まえて、まあ松尾さんは難しかったとしても、審判仲間として「いや松尾さんこれはイエロー出したとか絶対ゲーム収まるから、コントロール上マネジメント上ここは行きましょうっていうのも、まあ助言としてはありとは思いますけどね、どうですかその辺は。ダメですか、ダメですか。もうおっしゃる通りだと思います、はい、ただやっぱり事象を見てちゃんと判断をしなければならないので、もうこれはとにかく私はイエローだということで、そうすれば結果的にマネジメントもくっついてくるっていうシーンだったんじゃないかなというふうに思います。まあ審判団のチームワークがすごく大事だよっていうことですね。はい、はい、わかりました。では次のシーンに行きましょう。明治安田生命 J2 リーグ第10節、ツエーゲン金沢対ヴァンフォーレ甲府、74分のシーンです。金沢のコーナーキックの場面です。助走を取った藤村がインスイングのボールを蹴ると、これがゴールへと吸い込まれ金沢の得点かと思われましたが、その前に主審の笛が鳴っており、ノーゴールのジャッジ。主審はコーナーキックの競り合いの際、ゴールキーパーの川田に対し大谷のファウルがあったとしてゴールを認めず、金沢の得点とはなりませんでしたが、ファウルのジャッジは妥当だったのか、続いてはこのシーンについて議論します。さて、もうキーパーチャージという反則はとっくにないんですよっていうのはこの番組でも何度も触れてますけれども、じゃあこれはどうだったのか、平田さん。いや僕も一瞬ゴールかなって思ったんですよね、見た時。はい、だけどやっぱりこうスローで見ると、そのゴールキーパーの川田選手のちょっと後ろからやっぱちょっと当たってるように、大谷選手がこう後ろから当たってるように見えるのかなっていうか、見えたんだろうなって思ったんですけど、すごい微妙かなっていう気はしました。はい、いや平田主審どっちか決めてくださいよ。 0.5 点かな。決まった返信。いやでもあので、金沢が追い上げてたでしょ、はい、だからそれだけにこう、あ、またこれまた同点になって盛り上がってきたみたいな感じに一瞬ちょっと、こっちも盛り上がってしまった部分もあったんですけど、はい、ただやっぱスローで見ると僕はファウルになっちゃうのかなっていう気はしました。お、はい、はい、かなっていう気はしましたけ ど、 なるほど、はい、ツイッターの方は、大谷選手のゴールキーパーに対するファウルと判定されゴールが取り消しになったと思いますが、あの程度のコンタクトでファールとなるのでしょうか、正当なチャージだったと思いますという、こちらの方はご意見いただいておりますが。なるほど、はい、僕は個人的には、まあ、フィールドプレイヤーと同じ扱いと考えると、まあ、ノーマルコンタクトに近いのかなと思いましたけれども、深野さん、はい、どちらですか。私はあのノーファール 40% のところお願いします。結構じゃあどちらとも言えるに近い。そうですね、どちらともにしようか迷ったんですけれども、先ほどのツイートの方のコメントで、あの程度のぶつかりでっていうのはまさにその通りで、ちょっとそれを今左に寄せましたっていうことです。で、初見はまず引いた映像だとあ、ファールかなと正直思いました。ただ寄った映像だとあのお互いそのボールに競ろうとしてるんですよね。ただゴールキーパー手を上げていて、脇のあたりにちょっと当たっていますと。で、赤の選手はちょっとキーパーに斜めに飛んでるは飛んでるんですよね。キーパーは真上に飛んでいる。ただ
この、 ゴール裏のアングルとかを見るともういい当たり方をしているので空中で本当に私たちがサッカーの練習するときにやるようなジャンプの仕方をしててどこがファールなのっていうふうにも思えて、まあ、このキーパーがキャッチなのかパンチングなのかもちょっと私キーパーじゃないのでわからないんですけれども、危ういプレーだなとも思ったので40%のところにノーファールにはするんですけどフリーキックの可能性もあるなっていうことで、ただ気になるのはちょっと主審のポジションからそれが見えたのかなっていうのがちょっと気になりました。なるほど。さて家元さん、はい、まあ、これも見方によっては意見が分かれるんじゃないかなとは思うんですが、そうですね、はい、ほう、ノーファール、視点を変えてみましょう、はい、じゃあ逆に、アタッカー側とゴールキーパーが逆の場合に、PK になりますかって話ですよね、うん、フォワードの選手がボールが来ててヘディングショートするときにキーパーが、まあ、横から当たりに来ました、はい、でその結果ヘディングできませんでした、それはフリーキックとして PK にしますかしませんよね、うん、まあ、これでフィールドプレイヤー同士の競り合いで PK ってなったら、うんうんうん、っていうシーンだと思いますよね。あれはあるでしょうね。他の、もうゴールキーパーはフィールドプレイヤーと一緒って考えるのが今の競技規則の方向感なので、まあ、得点は認められる方がより望ましいかなって思ってますと、うん、で最初にゴールキーパーが、仕掛けるんですよね、こう相手に体を寄せていって自分のキャッチするようなスペースを確保しに行くんですよね。でその結果、まあ、ボールの軌道とか落下点っていうところが、まあ、なかなかその思ったような状況じゃなく少しこうかぶるっていうんですかね、うんうんうん、そういうように見えるところに、アタッカー選手は、まあ、ボールにはプレーできなかったんですけど、まあ、同じタイミングで競るっていうことは認められているので、まあ、得点が認められるっていう方がより良かったのではないかと。で先ほど深野さんもおっしゃいましたけどレフリーがこれをどう見えてたのかっていうと、まあ、位置関係からするとこのゴール裏の映像なんかそうだと思うんですけどやや串刺しっぽく見えるんですよね。そうするとアタッカーがキーパーの方にその寄せていった、でその結果ゴールキーパーは、まあ、多分これキャッチに行ってると思うんですけどキャッチできなかった影響を与えたって判断したなと思うんですけど、これは認めてた方が良かったシーンかなと思います。これ逆でも結局ジャッジリプレイで取り上げられてたなと思いました。うん、ゴールになったとしても、うん、なるほどね、なるほど、うん、ゴールキーパーに対するそのいわゆるキーパーチャージっていうのはもう条文の中にはなくなったんですけど、なんかそのイズムというか価値観みたいなのはなんか多くの人の中にまだ生き続けてるなっていう、だからレフリーとしてもやはりそのゴールキーパーに対するものは少しこうナーバスになってしまうっていうところは、あるように見受けられるし声としては聞こえてくるところありますかね。なるほど、分かりました。さてこのコンテンツでは視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象をツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトはお忘れなくお願いいたします。次週は今週末 J1 の試合がないため番組お休みとなりますが、再来週からまた引き続きお楽しみください。というわけで今回もたくさんの議論を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。